インドの出方が、レースの流れはちょっとね、外枠ですからね、はい、ただすんなり取れば取るでしょう、それから内枠から占領役者なり、うちであとどれですかね、名将のうちのどちらが前行く可能性もありますね、なるほどね、コブラかサンダーか、はい、それによってレースの流れも平均ペースになるか、多少はやはり、相対的に馬場がいいですからハイラップになるのか、まあ多少でもハイラップになるようですとサシウマ、スカイジャイアント、シーエンロータスあたりのサシというのも一応浮上してきますね。久しぶりに4万人に近い大観衆が集まりました中京競馬場であります。昭和49年に敗成校が来まして6万という観衆の記録を作ったんでありますが、それ以来のお客さんの入りであります。これがバンブーメモリーであります。メモリーはどのぐらいの位置を取りますかね。やはりあの、占領役者をかなり意識するでしょうから、はい、少なくともやはり好位置はつけるでしょう。なるほど、はい、それにまあ59キロという筋量から早め早めにやはり、攻めるんじゃないですか。なるほどね。どうやら全馬枠入りが完了したようであります。第20回の高松の宮杯であります。小さな雨が落ちております。緑の絨毯馬場に今14頭がスタートを切られました。さて何が行きますか。占領役者が行きますか。占領役者、それから新鋭ロータスと言っております。あ、どよめきが送ります。うちの方から山のヒッターであります、シーキャリアも前へ行きました。シーキャリアも前へ行きました。新ウィンドは外を通って現在5番手ぐらい。あーっと、バンブーメモリーは一番後ろ。バンブーメモリーは内に入りまして、やはり一番後ろまで一度下げました。ものすごい歓声、久しぶり、敗成功以来の歓声があります。一番後ろ、黒い帽子、黒い帽子がご覧いただけると思います。それがバンブーメモリーであります。後ろから2頭目であります。ヤンゲストシーがしんがりであります。さあ第1コーナーにかかってまいりました。先頭は山のヒッターが立ちました。占領役者が2番手、シーキャリアが3番手、内を通って新鋭ロータスであります。それから新ウィンドはピンクの帽子です。真ん中にゼッケン5番、ゼッケン5番がヤンゲストシー、それから後ろの方にいますのが名将サンダー、外を通ってパッシングショット、それからゼッケン9番が名将コブラ、そしてバンブーメモリー、バンブーメモリーはゼッケン2番、その外側のピンクの帽子がブラウンアイボリーであります。それから谷野ジュニア氏がいて、ヤンゲストシーがいます。先頭に戻りました。山のヒッターが先頭、シウィンドは外から上がってきます。そしてシーキャリアです。真ん中に挟まれて占領役者、3頭が並んでいます。3頭が並んでいます。内を通って中京校舎の新鋭ロータス、外の方からは名将サンダー、それからパッシングショット、ゼッケン5番がヤンゲストシーであります。ブラウンアイボリー、まだ動かない、まだ動かない。バンブーメモリー現在中断であります。さあ桶狭間の勝負どころ、バンブーメモリーが動いた、竹豊が動いた。さあここでシンウィンドが先頭に立った。シンウィンド先頭、占領役者2番手、シーキャリアが外から上がってくる。バンブーメモリーはまだ来ない、バンブーメモリーは来ない。パッシングショットが上がってきた。そしてブラウンアイボリーであります。内を通りまして名将サンダー粘った。この画面にはまだ入ってこないバンブーメモリー。さあ4コーナー回って最後の直線でありますが、シンウィンドが先頭に立った。シンウィンド先頭、占領役者、緑のタープに占領役者が来る。そしてシーキャリア一番外にバンブーメモリー、一番下から単落して、バンブーメモリーが突っ込んできた。新ウィンドがねぶ、新ウィンドがねぶ、大歓声大歓声、バンブーメモリー来た、竹行が来た、来た、バンブーメモリーだ、バンブーメモリーです。さすがに役者が違った、バンブーメモリーです、バンブーメモリーです。竹豊優勝の美を飾りました。